じゃあ、まずチャンネルの、まずチャンネルの、まずです。こんばんは。皆さん、ヒアリングレボリューションってご存知ですか？まあ、ほとんどの方が知らないかもしれないんですけども、ヒアリングレボリューションっていうのは、私が小学2年生ぐらいの時に流行っていたアニメなんですよ。だいたい目ん玉がこれぐらい。顔の半分ぐらいがあるのは特徴的なんですけども、ヒアリングレボリューションって、カードを重ねて、一つの服ができるみたいな、あったんですよ。私めちゃめちゃ集めてて、でですね、私、プリクラのあの透明のを使えば、参考でできる説を考えたんですけども、よくよく考えたら普通に考えて、ここの服を真っ二つに割らなきゃいけなかったりするわけなんで、だったら私が分身しちゃえばいいんじゃねっていうことにたどり着きまして、友達のいない私、本日落胆させていただきたいと思います。まあ大体プリクラが透明なやつがあるので、もうそれを重ねていけばパンってなるわけじゃないですか。それを本日は実現させていこうかなっていう、こちら本当にぼっちの私がやらせていただきたいと思います。ちなみにラバーのベリーよりもキラリンレボリューション派です。それでは早速やっていきましょう。それではレッツラゴーティン。まさかのことを起こす松ちゃんが提供でお送りいたします。これで一人回避、ぼっち回避。私もう一人じゃないもん。着きました。今回は1回に2枚もらえると思うので、途中で早着替えを入れるとか、3回もちょっと余裕がないなので、本日は早着替えに挑戦をしながらやっていきたいと思います。今回はカレイの世界のカルカの透明のやつを2枚にしたので、いろんな位置で撮れるようになってるわけで、6人にできるじゃん。パソコンか。じゃあ始めていこうか。さあ、この待ってる間にまた準備をする。
できた。さ、重ねていこうか。やばい、できた。最後、まあ、私と言ったらついてるでしょ。23歳ついてる。きついんだからもう似合うとか言わないで。自分勝手です。早速重ねていきましょう。いきます。